ンジュー、メググです。フランス無期限ストライキが始まって約1週間、最近のパリはゴミ山だらけになっています。わあ、見て、すごいゴミ。ゴミのお片付けする人たちもストライキに参加していて、こんな感じでパリ中ゴミだらけになっています。歩道の半分以上がゴミ山で、ゴミを避けて道を歩いています。ゴミ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 。ただいまのフランスでは、この閑静な街並みとゴミ山のギャップが存分に味わえます。もう本当に気持ちいいぐらいのゴミ山だらけで、しかも最近ニュースでパリのネズミがちょっと強くなってきて飛んできたりする、攻撃性があるので気をつけてくださいっていうね、ニュースが流れたばっかりだったから、ちょっとネズミにアタックされないように気をつけながら街を歩いています。全然もうコロナの感じとかはないのですが、なんかコロナよりもゴミがこうやって多すぎて、そのために空気悪いからマスクしようかなとかフランス人と話してました。このストライキ無期限なので、いつまで続くか分かりませんが、ちょっとだけゴミ片付けてほしいなとか思ってます。最後は本来の綺麗なパリらしい動画で締めましょう。パリにももうすぐ春がやってきます。ゴミ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 。